こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、コスパ抜群で盛りも半端じゃなくてよくて行列の絶えないすごいランチが食べられるお店に行ってみようのコーナーでございまして、本日は淵野辺矢部駅から徒歩で行けます有機屋さんというお店に向かっておりますというか、もうほとんどついております。そちらが有機屋さんでございますが、こちらがその有機屋さんでございます。はい、遊ぶ喜ぶ屋で有機屋さんと読みまして、ご覧のように味のある外観でございます。それでは入っていきましょう。ドキドキしますね。ごめんください、失礼します。はい、どうぞ。さあ、店内カウンター席がありまして、美味しそうな海鮮がずらっと並んでおります。で、こういう感じなんだ。うわ、いい雰囲気。そしてなんとお座敷席もある。素敵。さあ、座らせていただきまして、今ランチなんですけども、メニューここにも出ております。海鮮丼の並上特上がありまして、親子丼3本いくらが700円、そしてネギトロ丼が700円で、ご飯大盛り無料って書いてあります。で、並600円からいただけると、でご飯大盛り無料ってすごいなって思うんですけども、今回せっかくなら特上のご飯大盛り攻めてみましょうか。そしてテーブルの上にはこのように、おしぼり、お箸、醤油皿がセットされておりまして、このように夜のメニューかな、これはね、タコわさび爆弾唐揚げ、一口茶漬け、あ、マグロ納豆、刺身盛り合わせ、刺身3点盛り、おまかせ握り、だし巻き、チーズ明太子、肉サラダ、おろしだれとか。じゃあすいません、いきまーす、はい、特上です。いただきの大盛りです。はい、いや、なんじゃこりゃ、ちょっと嘘でしょ。いや、ちょっと待って、まず提供スピードにもびっくりしたんですけども、迫力満点すぎるぞ。丼もでかっ、重っ、いや映える、どこからどう見ても映える。ただどこが正面か分かんないくらいの海鮮丼でウニもあるし、うわ、何本当に全部全方位から来られても大丈夫なやつだ。出た逆貧乏ちゃま、すごいなこれ。いただきます。どれから食べていいのか本当に分かんない。とりあえず、ご飯の姿はねしばらく見渡って、あ、イクラもついてきた、ありがとう。間違いない、間違いなく素材の良さ、素材の良さがまず半端じゃないんで、焦って味噌汁後回しにしちゃった、ごめんなさい。ただものじゃない。たまんないね。お味噌汁のクオリティすごすぎるぞ。で、どうする、結局何種類の海鮮が乗ってるのかもう全くわかんない。穴子取っちゃう、穴子いこうか、ね、うわーすげえな、うまそう。最高。あのご飯も今一緒に食べた、穴子と一緒に、最高に美味しい。ご飯自体も相当美味しい。なんかもう奥から甘さを感じるようなご飯でございまして、ご飯温かいんですよ。でもうなんか蜷川美香さんデザインみたいな、改めて見るとそんなビジュアルですよね。で、こうじゃもうイクラもふんだんにあるから、具材取ったらついてくるイクラが、やっぱりイクラおまけ扱いおかしいんですけれども、はい、どうぞ。うまいな、どう食べても美味しい。海鮮のクオリティがやっぱ高すぎるし、あの、ね、やっぱりね、もうご飯がここから始まってます言っても。で、この器パンパンにご飯が入ってるっていうイメージでございますので、一見こう見たらね、あの稲葉の物置でもこんなになったら怒られるよっていうイメージではあるんですけども、しっかり支えるだけのご飯量あるってことですね。もうどんしめさばかな、これどんどん行きましょうか。甘くて美味しい、脂乗りまくりじゃん。で、これここのサーモンに関しては
チーズかけて炙ってあるよ。そんなのが海鮮丼の上に乗ってくるっていうのも手の込め方半端じゃないし、その上にちょっといくらかかってくるっていう、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃだ。おうおう、絶句するほどうまいな。高級食材があちらこちらにあって、もう目移りしちゃう。なんか子供の頃とかさ、一気にやったことないファミコンのソフトが3本くらい家に来たら、なんか どうしようってなっちゃう。そのどうしようの感覚を思い出すような、そのあウニが出てきました。で、一つのみじゃ収まらないくらいのウニの量でした。濃厚で旨味バッチリで臭みない。これね、ウニが苦手って言ってる人に、じゃあこれ食べてみてって言いたくなるタイプのウニ、いいの一回食べてみてって言いたくなる時のウニ。食べても食べても豪華、食べても食べても豪華なの、で、このアジかな、アジもくるんと丸めて生姜のせてる感じ、おしゃれ。いや、仕事の手が込んでんだよね全部。ほら、しかも質がいいでしょ、どう見ても。で、ここに来てシンプルサーモンなんですけども、サーモンもこのとろける感じ。ではそろそろね、この隠されたエビの全貌を見たい方もいらっしゃいますよね。一旦やっぱりね、このウニに関してはお座敷がちゃんとある、用意されてるから、こうやってくるんで一旦移動させていただきまして、エビをもう、うわ、これです、この迫力です。ランチでどんだけ豪華なドラゴン感のあるエビ乗ってんのって話です。これはもうちょっと一気に一口で行くしかないよねって思ったら、ウニついてきた、ウニを抱いてきたエビが、カモがネギしょってくるよりもテンション上がるっていうのと、意外とご飯の量がご飯半端じゃないことが分かってくる。前半はね、具材でご飯隠してるからネタ多めに食べがちだったんですけども、それによって後半こういうペー細分になってきますから、皆さん気をつけてください。それでこのね、会計なんかもあったりしますから、自分で並べ直したらね、また豪華になった。で、このお揚げさんも結構ありますね。これね、ご飯の量まだまだあって、ちょっとまあキロ飯は確定してるんですけども、いけるね、これで進むね。それはそうです、お稲荷さんの感じです。もう超美味しいです、昔から大好きなやつ。大人になっても子供になっても、大人になっても子供になっても美味しいやつ。子供になってもってことはないんですけども、まだね、マグロもありますので、これ一旦こっちに置いての、ちょっとわさびいただきの、こう戻しので、さらにこれ、はい、これをここに乗せの、持ち上げの、あれ、これ寿司じゃない？豪華な寿司を食う。今ね、寿司をね、シャリで追いかけるっていう、ご飯で追いかけるっていうことをしましたけれども、改めてこのご飯の量、ネタを食べれば食べるほどご飯の多さに気づくといった状況でございますが、どんどん書き込んでいきましょう。最後は、というわけで食べてまいりました、ゆうきやさんのランチの海鮮丼でございましたが、すごい迫力でしたね。もうお祭り感、フェスティバル感のある海鮮丼でございまして、ご飯無料で大盛り、あのパンパン、丼にパンパンの感じも凄まじかったですし、ネタの質もとにかくいいと。で、他の方が見てたらね、並盛りでも普通に考えたら爆盛りでした。すごい量がありました。
気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、なんでこんな質問僕にしてくるのかなのコーナーでございまして、ウエストサイドさんから扇風機出してもいいですか、だからこれね、なんで僕にこの質問してくるのよ、だからこれ地域によるかな、もうすでに暑くなっちゃってる、かなり暑い地域だったら出してもいいんじゃないのかなくらいしか答えられない。フトカーさんからのコメントで、川の近くではカッパに注意すればいいでしょうか、だからなんでこんな質問僕にしてくんのかな、川の近くではね、まあ、カッパにはもう注意しなくても大丈夫かな、とにかく足が滑ってドボンってなんないように気をつけてください。よっちゃんふみちゃんさんからのコメントで、ハイジーさんってバレーシューズですか、だからなんでこんな質問僕にしてくんのかな、なんで皆さんもじゃあバレーシューズに対してコメントを打つのかな、そんなことある?でそれに対してなんか知んないんですけども、佐藤はじめさんから、いえバレーシューズではありません、ドラゴンボールのピッコロ大魔王が履いてる靴です、何を答えてんの、あのバレーシューズではないっていう否定、まずもうどうでもいいわ、もうバレーシューズですか、いえバレーシューズではありません、そのやり取りもおかしいんですけども、ピッコロ大魔王が履いてる靴です、多分反り返ってるやつだよね。